セルトレーニング講座ですね。キャンセルトレーニングの利点としてはインターバルを短くしますから、トレーニング時間が短くて済むというところがあるんですね。もちろん5時間トレーニングだったら、まあ、休めなくていけませんから、インターバルの時間がなくなって、ここでお話しとなってしまう人がいるんですね。まあ、LP 時間キャンセルトレーニングというのは3セットやってもらうとしても、3セットは6セットって考えた方でやってもらいますから、まあ、時間の節約にはなります。でちょっとやってみたらやるといいですね。ウェイトリリースなんかも効果できてるので、ちょっとできなくなったら、何秒か休みまでやるっていうようなポーズもまた効果ができる。そういうふうにこう重量にこだわらなくなったら、効かせる個人がなくなりますから、まあいろんな効果が生まれてくるわけです。そのためのテクニックっていうのは大きいと思うんですけども、効果とするのがエレビジムです。効かせるトレーニングが慣れた患者さんばっかりで、なんかいろんな感じが変動したんですね。みんな黙々と喋らずにやってて、ああ言ってる、本当おかしいなと思うんですけども、もちろん聞いてる感覚があればすごく楽しいですよね。おしゃべりがなければ集中できますからね。まあ集中的なトレーニングっていうのは全く意味がないですね。集中的に言ってなくてトレーニングやるぐらいならまだウォーキングでやってた方がいい。See you.